もすっかりピッコロに懐いてるし、あいつらいい師弟コンビだな。あ、お父さん。わりわり、さて修行始めっか。おし、それじゃ二人まとめてかかってこい。二人まとめてだと？なめられたものだな。ご飯、本気でやるぞ。やつに一泡吹かせるつもりで思いっきりやれ。はい。おめえたちの力見せてもらうぞ。どうした、そんなもんか。すごい。ひるむな、ご飯。俺もお前も強くなっているんだ。伊達に1年も遅れて帰ってきたわけではないようだな。そういうおめえたちこそなかなかやるな。さすがお父さんだ。しかしね、あのフリーザを倒しただけのことはあるな。おめえたちもフリーザより強くなってもらうからな。行くぞ。やるじゃねえかおめえら。まだまだ行くぞ、ゴン。はい、ゴーさん。一体今の力見えてきたみてえだな。それはどうかな。まだそいつは楽しみだ。僕も頑張らなきゃ。ごはん、おめえ強くなったな。そうかな。ガキの頃からあのベジータやフリーザを相手に戦ってきたんだ。強くもなるだろう。だな。ここにいるとピッコロさんと修行してた時のこと思い出しますね。ふん。お前がメソメソ泣いてたことか。そんな。そうか、おめえたちオラが死んじまってた時ここで修行してたんだな。うん、ピッコロさん厳しくて使えんガキには用はなかったからな。まあ少しは使える程度にしてやったが。すまねえな、ピッコロ。おかげでご飯もここまで腕上げることができた。もしかしたら、あっちゅう間にオラたちよか強くなっちまうかもしんねえな。お父さんたちを超えるだなんて。ふん、それくらい強くなってもらわなければ困る。今度、オラもしっかり修行つけてやっかんな。3年後、みんな驚かせてやろうぜ、ご飯。